それはそこによって国民国家が出来上がったんですが、要するに漁師たち、帝国じゃなくて、それから教会で漁師たちが どっちの宗教を選んだか、そこそこもない、選んだ。そこまで行った。しかし、その時に今度は漁師の力が、神の力が吹っ飛んだもんだから、自分が絶対王政を作ったわけです。でそれからまた民主主義というのは、ものすごく、今まで英国の名誉革命だった。そこの名誉革命として変に発生。もうカトリックの王様が、僕はもう、なんかって、せっかく意味があるのに、結局、離婚して引っ越しようとしたらダメだったんで、怒って英国国教会を作ったんですよ。今の立教大学は、その英国国教会で作ったことなんですよ。本当だよ。ジョージがあのカトリックを作ったことね。そういうことなんです。ね、まあ、話が。そうして、その後まだあるんですよ。その後ですね、フランス革命が起こり、ね、その後そしたらまた王政が復興しちゃって、その後、1800年代にですね、また諸国民の革命が起こって、やっと民主主義ができたんだから、何百年かかってんですよ、これが本当のものになるために。つまり国民が主権者になって選挙やって立法制を強制にとる。だから今アスランさんがそれをおっしゃるけれども、そう簡単にはいかないんじゃないですかというのが菊永さんに対する答えであります。これを言いたいために来たわけ、まさか八百長みたいだな。これ八百長じゃないんだよ。はい、すみません、はい、トルコでは第一大戦に敗れて、はい、今の国家に政府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 ところがですね、あんな偉い人、僕は私よく好きなんですけど、ところがですね、このエルドアン政権ができて、エルドアン、今の政権、どうしてできたかというとですね、その時僕、結構取材したんですよ。そしたらね、要するに、全く素晴らしいご質問なんで、その時ですね、軍部でしょ。で軍隊っていうのは非常に合理的なものを考える人なんですよ、合理的に。軍部っていうのは。すごく彼らは軍人ですから、素晴らしい人。だけれども、そのことによって、軍人とか官僚とかですね、それから、大きな、商人、あるいは後に産業資本が出てきましたけど、そういう人たちは特権階級ができたんですよ。で、その貧富の差がものすごく大きいと言って、発展構成党という名前の構成じゃないと言ってるわけですよ。そしてそういうエルドアン政権ができて、そしてそのアタチュルク以来のですね、第一次大戦後ですから、数十年、もう100年近く続いたそのですね、そのエリートたち、権力者たちのと世代交代、革命なんですよ。ある意味のだから平等革命がトルコにおいて起こったんだ。それが、今のトルコの姿であると、こういうことです。で、その場合に、もちろん言うと、イスラム的な色彩を持たなきゃいけないわけです。本当の平等じゃなかったんだ、あれは、と。その官僚ってことはすごいものらしいですね。じゃあ、政教分離で少しまた逆なりつつある。そうなんです。ベクトルが逆の方に動く。政教分離は全く捨てたんじゃないですよ。だけどもベクトルは逆の方に動いてる。これだと言ってますね。どこから一番下で、あ、ごめんなさい、トルコ見せてくれる、地図見せてくれる、そうそう、はい、あ、絵ですか、これじゃないの。あ、トルコはここにあるんで、国のあれじゃなくてね、さっきの矢印です。それを1923年のアタチュルク政局にしますね。一番ここにありますね。それが点々点々で2010年のエルドアンで、こっちに動いてる。上の方に。ということなんです。だんだん支持を失っていったんです。民主主義。ということです。アタチュルクがやった改革を否定するということは、ここまでいってないですね。だから、そのイスラムのですね、イスラムの気持ちをもっと取り戻そうよという運動です。ソフトなイスラミズムです。ということです。
らかにそっちに動きます。これあんまり言われてないんだけど、やっぱりそうですね。これは僕は実際にエルドアンもこれ言ってますから。でそうなるとみんな今度はアタチルクの悪口言うんですよ。いや、ですから僕にですってということです。さて、ここでさあ、最後にもうここまで行けばね、いいですか。リビアでしょ、シリアでしょ、それからイエメンでしょ、それからエジプトでしょ、いろいろあるのがあるんです。チュニジアから始まったんです。でね、度合いは違うけども、この5カ国は基本的にはですね、基本的には世俗の色彩の強いものです。が一つ。もう一つは、独裁者がの戦争、横暴でありました。これ共通点なんです。でね、でそこ行くと、ではどういうことがあったかというと、ベンアリ政権、チュニジアから起こったんですけども、ある青年が、青年が、焼身自殺したんですね、関係の弾圧で。それで起こりましたね、それが不倫したんですね。チュニジアもそうなんだけれども、リビア、シリア、エジプトもそうなんです。秘密警察の弾圧って壮烈なものだったらしい。僕は後押しに来たら知らないよ、知らなかったです。それとそのもう、なかったんです。そして、一つはですね、もっと自分は安心して暮らしたい。ね、怖い。たまんないって気持ちが非常についちゃったんですよね。それからもう一つは、ちょっとやっぱ法のもとに平等っていうのをちょっとやってくれないと。なんか大統領とかそんなのが勝手に決めて、そいつは悪いっていう、それ困る。もう一つはですね、豊かさ。豊かさって物質的な豊かさというのとちょっと違うんですよ。もう少しね、もう少し、なんかギスギスしないで豊かな気持ちになりたい。この3つぐらいあったんじゃないでしょうか。この3つは共通してるんですよ。そこで、この革命が起こった。あの革命じゃない、アラブの革命。で、その時ですね、ジャンティテーゼ、何が生まれてくるかというと、エルドアン見てください。イスラム色の復活なんですよ。その3つの幸せのためには、ムハメドの言った運馬、共同体、あそこを目指そうと。ということなんで、そこでイスラム色が出てくるんです。従ってですね、NATO とかですね、西欧の民主主義国が、あれですね、リビア痩せたら実は民主運動もあるけど、NATO の空爆ですからね。NATO の空爆って何かというと、基本的人権を起こされるというところには、攻撃をする義務がある。これ NATO の憲章だ。ちょっとそれね、どこでもさ、だって向こうは思うでしょ。だから彼らが思ってるようにはならないんですよ、民主化に。西洋的な民主化と逆の、民主化を目指します。しかし、イスラム的なものに動きます。西洋とは違うもんだから。で、逆の方向に、つまり基本的にあの次元以来、ここにある国はみんな上に少しずつ上がるであろう。というのが結論であります。はい。で、最後にちょっと、いや、イランのお嬢ちゃんたちがよく見て、最後にありましたね。12番。見てください。この人は見ないですね。朝とさ、この時期。上がって。この人の名前言うときにアブマブネジャンネイド、で、米国共通の脅威とするイランはとシリアは戦略的イスラム強国に強国に結ばれている。これは要するに2011年末、これエジプトが OK って言ったんですけどね、生存な経緯でイラン軍が2隻シリア行ってイランをシリアに撃つの。これがだからミリターってなんです、ね、さてそして僕が行ったとき、これ2002年に行ったんですよ、イランに。そのときですね、僕、随筆書いたんですよ。それが、ね、これ僕の撮った写真なんですけれども、
これはイラン人 の日本で出稼ぎに来た人が、ガイドについてくれました。その人がなかなかの予定で、大卒なんだけど、来るとこがないというふうに来て、僕大泉とかなんだけど、町があって、ね、そこで働きましたし、俺は先見なんですけど、彼がですね、秘密復讐会のについてくれたんですよ。言って、そしたら、もうとにかくつまらない。朝起きて本当につまんない国に生まれたとつくづく思って、お箸見に行ってるんですよ。そういうところに行ったんですよ。して、こんな国、多分2、3年で変わるんじゃないかって2002年頃言ってたんです。ところが、彼を、おめんさん、アメネーさん、向こう系から彼を選んだことで、外に脅威を作ったわけですよ、外に。そのことによってですね、自由を求める声ってのは、なくなってしまう。それは今の未来で2002年の開校してしまうな、ね、イランで女性にですねやたらにカメラ向けるとマジってね。でガイドの人がちょっと言ってよって言ったら塗装取ったーし、その時わわわって言ったから何と言ったら今っておしんによろしくでもイランの今の民衆は多分こういう顔してないんじゃないでしょうか。以上、思っております。時間もありますので、あの質問の方は、申し訳ございません。最後に私からちょっと聞きたい。どうぞ。その時はちょっと、はい。Bラボという場所ですので、はい、あの先生ですね、これからのドリームをあれば、うわぁ若い人と仲良くして知りたい人もらいたいですね。ね、僕も若い人を見たいです。同時に若い人にも見たい人もらいたいですね。そういう国に日本がなってくれたら嬉しいですね。全体として日本はこうちょっとダウンカーブですね。ミスですね。もう一番、一番なりたくないですねということですよ。わかりました。そのためには、はい、やっぱり年寄りと若い人もっと長くする年寄りから若い人への呼びかけです。でそして、いい国になったらいいなというのが私のドリームです。